さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント、本日は初戦第3試合そして第4試合の模様をご覧いただければなと思います。それではデュエルスタンバイ。始まりました初戦第3試合、石津石谷選手対海馬瀬戸選手の対決。あなたは私との戦いで敗北を迎える。その定めから逃れることはできません。貴様を完膚なきまでに叩き潰す。デュエル、俺のターン。さあ始まりました。私にはターンエンド。おそらく海馬瀬戸選手ブルーアイズデッキでしょうね。ブルーアイズ以外使ってるとか見たことありませんので。さあ氷の騎士、お、まあ、これは相手のデッキトップ強いですよ。エネミーコントローラーはちょっときついか。魔法カードを発動します。さあネクロバレーの玉座の効果によってデッキより墓守モンスター1体を手札に加えることができます。これは石津選手結構手札揃ってますね。これ結構強いですね。比較的手札強い。フィールド魔法カード発動。王家の眠る谷ネクロバレー。王家の眠る谷ネクロバレーの効果によって相手は墓地からモンスターを特殊召喚ができないし、墓地からカードを除外することができないと。ここで封じれるのは結構でかいですね。ブルーアイズ側は銀竜の合法などといった蘇生魔法が多いですからね、基本的には。そして太古の白石の墓地よりカードを除外するという効果も使えないといったところでしょうか。さあここで墓守の異能者を融合召喚していく。私はモンスターを融合。ものすごい打点の墓守モンスター、墓守の異能者出てきますが、エネミーコントローラーであることに気をつけたい。モンスター効果を発動します。墓守の異能者の効果によってデッキよりネクロバレーと名前が記された魔法トラップカードを手札に加えることができますが、さあ異能者の効果によって墓守モンスターかネクロバレーの魔法トラップ何を手札に加えるんでしょうかね。あ、ネクロバレーの玉座。あー、ここは迷っていますが、あ、ネクロバレー、王家の眠ったネクロバレー、これ破壊されたり除外されたりとかしてもいいようにっていうことでしょうかね。私はターンエンドです。いくぞ。さあデッキトップ強いですよ海馬選手。エネミーコントローラーです。さああとはこのセットカードなんとかできればワンキルまで見えますね。石津選手これ大丈夫でしょうか。一応エネミーコントローラー対策のために恒例の儀式をセットして墓地からモンスターを蘇生しておこうと言ったところなんでしょうが、3体展開からのエネミーコントローラーをされてしまうとかなり厳しいと。お、このビジョンすでに見えていた。大丈夫ですか石井選手。そんな強気で言ってるとワンキルぶちかまされますよ。お、セットエンド。なるほど、あのセットカードはエネミーコントローラーなんじゃないかなと思いますが、私のターン未来かドロー。さあ、松江ですね、墓守の松江、これはマリックモデルですね。さあ墓守の松江を召喚していくのかどうか、ちょっとここは難しいですが、あのセットカードを破壊しておきたいところではありますよね石津選手側も。さあどうするんでしょうか。エネミーコントローラーだとすると、まだこのターンで決着をつけるのは少し難しいかなといったところですが、さあ墓守の松江を召喚していくか。これは選択肢がいくつかありますね。霊術師を召喚して松江とで2体目の異能者を特殊召喚していくというルート、そして墓守の松江を召喚し、墓守の松江のコストとして恒例の儀式を発動し、墓地より墓守モンスターを特殊召喚し、それをコストにして相手のカードを破壊していくか、まあ、いくつかあるんですが、おそらくどっちのルートをたどったとしてもこのターンでのキルはちょっと難しいかなといったところですが、さあ恒例の儀式の効果によって墓地の墓守モンスター、墓守の霊術師を特殊召喚。さあここ3体並べるといったところでしょうかね。モンスターを特殊召喚。さあ墓守の霊術師の効果を発動していくといった感じでしょうか。あ、発動していきますね。発動します。墓守の霊術師の効果によって霊術師と手札の霊術師ということは墓守の異能者2体と墓守の末裔で
攻撃をしていくと、そういう戦略でしょうか。さあ攻撃力圧倒的に高い。ちなみに墓守の異能者の効果によって王家の眠れたネクロバレおよび墓守の異能者は効果では破壊されないという耐性を得ています。さあまずは墓守の末裔で攻撃。ここは諸侯の騎士でしたね。諸侯の騎士の効果、モンスター効果発動。デッキより光属性モンスターを墓地に送ることができます。さあ太鼓の印を送っていく。さあここでダイレクトアタック、墓守の異能者。さあ2体の攻撃が通ってしまうとライフポイントが削られてしまうので、ここは魔法トラップカードで何とかしていくしかない。さあ海馬選手どうするでしょうか。この瞬間リバースカードオープン、速攻魔法発動。もちろんリバースカードオープン、エネミーコントローラー、おっと3900の方は残しておく。ダイレクトアタック。さあ残りライフポイントはあと100。これは厳しいか、海馬選手。これは大丈夫か。一応ですね、太古の白石の効果によってデッキからブルーアイズモンスターを置いて特殊召喚することはできるんですが、さあここはどうするか。侵食でも玉だでも、まあどっちでも同じですね、ここはね。さあここで3900という伊達のモンスター、モンスター効果、太古の白石の効果によってこのカードが墓地に送られたターンのエンドフェイズにデッキからブルーアイズモンスターを特殊召喚。白き霊竜の効果発動。白き霊竜の効果によって王家の眠たにネクロバレーはゲームから除外されていきます。俺のターン。これで一応ですね、効果で破壊することはできるようにはなりましたが、墓守の異能者の3400という攻守、これを超えることができるかどうか。さあ海馬社長側どうでしょう、大丈夫でしょうか。白きレールの効果によってまずは、おいブルーアイズホワイトドラゴン、手札よりプライドを特殊召喚していきます。きたブルーアイズホワイトドラゴン。ただし攻撃力はまだ超えられていませんが、どうするでしょうか。おっとスキルアストオルタナティブ、フィールドのブルーアイズオルタナティブに変身させます。オルタナティブの効果を使い貴様のモンスターを破壊する。さあオルタナティブの効果、相手のモンスター一体を効果で破壊していきます。ただしこのターンオルタナティブは攻撃することはできません。3400の方を残しましたね。さあブルーアイズ側どういう作戦なんでしょうか。残りライフポイント100でございますんで、3400残してしまうとこれは負けるつながりますか。さあ大丈夫でしょうか。モンスターを召喚。モンスターを召喚。おっとここで伝説の白石を通じ召喚。真空の召喚。真空の召喚。そんなことできたんですか社長。社長そんな概念をいつの間に手に入れたんですか。ここでドラッキオンバーミリオン。モンスター効果発動。なんですかそのモンスターは。いつの間にそんなモンスターを手に入れたんですか社長。モンスター効果発動。墓地の太鼓の知らせの効果によってオルタナティブを回収していく。おっとこれはまずいか。これはきついか。さあブルーアイズホワイトドラゴンを見せて、ドラゴンの魂によって新たなしもべを導く。現れろブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴン。手札のブルーアイズを相手に見せつけることによってオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚していく。おっとここでバトルフェイズ。なんだ何を持っているんだ。まさか社長きたー。これは厳しい。2枚目のエレミーコントローラー石津選手見事に盤面を返されてしまった。未来が姿を変えていきます。見えていなかった。所詮我が記憶の道化に過ぎぬか。ブルーアイズ強い。さあ始まりました初戦第4試合の様子。グッディの力、ディヒーローたち
僕に力を貸してくれ。デュエルワールドの広さを私が教えてあげる。ノーネイデュエル、私のターンです。さあ、エド・フェニックス選手 VS クロノス・デメディス選手の試合。クロノス選手は、お、ムバチのマシンを、おっと、まずは融合を手札に加えていく。さあ、あのドデケーモンスターは立つんでしょうか。さあ、融合発動きた。3体のアンティッキアモンスターを墓地に埋葬し、さあ、あのドデカいモンスターが融合召喚されますが、エド・フェニックス選手、この大きな4700という壁、これを見せる時が来るとは思わなかったノーネ。現れるノーネ、アンティークギアアルティメットゴーレム。いやー、この壁が大きい、超えれるんでしょうか。僕のターン、フェニックス・エド選手、この壁はかなり大きいですね。ヒーローデッキ、なかなか4700という打点超えにくいですが、融合賢者、さあ融合賢者の効果を発動。さあ、お互いに融合次元の使い手でございますんで、融合対決といったところですが、さあバイオン召喚成功時効果発動、デッキよりヒーローモンスター1体を墓地に送ることができます。お、ここはデスティのディアボリックガイ、これは OCG バリのムーブをしています。さあ、ディアボリックガイの効果発動、自身を除外してデッキより同盟モンスター1体を特殊召喚していく。さあ、一体何をするつもりなんでしょうか。おっと、魔法カード融合発動。さあ、手札より融合発動、ヒーローモンスター、なるほど。さあ、3体のヒーローモンスターを融合し、史上最強の脳筋ヒーロー、ビジョンヒーロー、トリニティを融合召喚していきます。来い、ビジョンヒーロー、トリニティ。トリニティは融合召喚に成功したターンの終了時まで打点を倍にできます。さあ、5000という史上最強のヒーローモンスター、ちなみにダイレクトアタックできませんが、このモンスターは3回の連続攻撃ができます。トリニティクラッシュ1連ダメ。さあ、アンティキアアルティメットゴーレムは破壊された場合、墓地のアンティキアゴーレムも召喚条件を無視して特殊召喚することができますが、ただしビジョンヒーロートリニティはあと残り2回の攻撃を残しています。さあ、アンティギアゴーレムが特殊召喚はされますが、この赤い彗星の射、あと残り2回の攻撃を残します。そして攻撃力は5000です。いくらなんでもアンティギアゴーレムでは太刀打ちができません。守備表示、さあビジョンヒーロートリニティ、トリニティクラッシュ2連打、ダイレクトアタックできませんのでターンは終了と。さあ、クロノス・デメディス選手のターン、手札1枚でアンティグギアゴーレムであればというところですが、さあカード1枚セット、ターンを終了。さあ、これがクロノス先生、きついか。さあ、プロデュエリストのターン、さあドリルガイをドローしました。さあ、ただドリルガイをドローしたということは、このターン普通に召喚するとライフポイントは削り切れるという計算になりますが、おっと、ここでデスティニードローしていく。ヒーローモンスター1体墓地のフリー、デッキより2枚のカードをドローする。おっと、これは強い、これはデッキトップが強い。さあ、ドリルガイを召喚し、ドリルガイの効果発動、召喚に成功した場合、手札よりデスティニーヒーローモンスター1体を特殊召喚できる。さあ、ここ出てくるのはディシジョンガイ、ビジョンヒーロートリニティはダイレクトアタックできませんが、さあディシジョンガイのエフェクトを発動し、このターンのエンドフェーズに墓地のディスティヒーローモンスター1体を回収するという効果。さあ、ドリルガイでダイレクトアタック、モンスターでダイレクトアタック。さあ、ここは厳しいか、あのクセカードは何なんだ、クロノス先生、圧倒的脳筋力を見せつけましたが、上を行く、さらに上を行く脳筋力モンスターで粉砕されそうです。さあ、煽っていく、速攻魔法発動、速攻魔法発動、マスクチェンジ、ヒーローモンスター一体を墓地のフリー、闇属性のマスクのヒーローモンスターを一体特殊召喚、モンスターを特殊召喚、マスクのヒーローを暗記、
暗記でダイレクトアタックだ。ダイレクトアタックを行う。これは厳しい。まさか4700のモンスターがいとも簡単に突破されてしまうとは。今のは悪い見本として決して真似をしてはいけませんのね。お前は確かに強い。だが僕が勝つのは運命なんだ。さすがプロデュエリスト。